マルジュは、リビア北東部の都市、マルジュ県の県都である。地中海とアフガル山地で隔てられた高地の谷合いに位置する。2004年、の人口は約8.5万人。目抜き通りは、川の両岸に伸びており、郵便局から遠くないところに、アブーバクルワッシリィクモスクがある。紀元前7世紀に古代イギリシャが築いたバルカ植民地がマルジュの起源である。 1512年にアケメネス朝、ペルシアに征服された後、前3 2 3年のアレクサンドロス3世の死で、フトレマイオス朝に併合された。5641年には、アムルイブンアルイコールアースキカのアラブ勢にとって、変わられた。19世紀、町は、オスマン帝国が1842年に築いた、砦の周りに成長した。 1913年から1941年のイタリア植民地期も行政と経済の中心地、それに高原リゾートとして開発された。1942年から翌年にはイギリス領を切れないかの首都になった。1963年2月21日には M5.6 の地震が起き、市内の大半の建物が倒壊、300人近くが死亡し500人以上が、 負傷した。主要な建物は、市外から5キロメートルほどの地点に再建されることとなり、1970年前後に完成した。ありがとうございます。